アイスが、あ、クマちゃんが適婚？え？見たら、政治が美女2人に囲まれて羨ましいです。喧嘩にまたなりそうだし。おはようございます。また喧嘩になるよ。俺もちょっと遊びに行きたい。総理と会う約束、総理さんにブチされました。1200ナイスで重大発表あります。これ超重大発表、赤封筒届きました。1000ナイスありますあと。ハッピーハートありがとうね。ウェルカムドールもありがとう。クマが妊娠して結婚するらしい。でパルパルはもう、じゃあもうほんとやばいってことね。ナイスをしました。ああ、うえぇ、あと何かある今日？事件ある？よく寝れたかな？あ、ゆっちゃんありがとう。あ、いっぱい。お母さんの、俺お母さんの5万振り込んでないんだ今回。電話がすごくて、鬼電が。鬼電で起きました。お母さんの6件かかってきてます。その前にリスナーさんからかかってきてるから、ちょっと電話。もしもし。もしもし。どうしました？ちょっと寝てました。あ、ごめんなさい、寝てたのに。いえ、おはようございます。どうされました？おはようございます。はい。え、大丈夫です？あ、配信中ですか？あ、今配信してます。あー、なるほど。じゃあ配信を始めて1週間ってちょっとなんですけど、はい、なんかどんな風に頑張っていけばいいのかなと思って。あー、今政治が白壁にいるんで、突したらどうでしょうか？え、私違う、今地方なんですよ、私。あ、地方なんです？そうなんですよ、でもね、今日政治さんが来てくれたんですね、私の枠に。あ、そうなんです。そう、たまたま来て。顔出し配信です？いや、ラジオなんです。ラジオじゃちょっとわかんないですけど、やっぱりリスナーさんへの対応じゃないですか？いや、そうですよね。はい。あ、だからね、もう天下のね、ゼロワンさんだから。いやなんかアドバイスくんないかなと思って、ちょっといきなりね、ちょっと電話しちゃったんですけど、ごめんなさい。まあ、本気でやるってことじゃないですか、真剣。なるほど。やっぱ楽にお金なんて稼げないんで。いや、そうですよね。はい、頑張ってください。まゆちゃんもいるんですか？頑張りますんで。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、という電話でした。で、俺今なんだっけ、何の話した？そう、お母さんがちょっと振り込んでなくて、ってひどいかな、俺お金の催促に疲れちゃう。で、まゆにもう振り込むなって言われて振り込んでないんだけど、放置でいいのかな。お母さんに電話しよう。難しい問題だな。もう一回だけ聞いてみる、ちょっと話を。お母さんまでネタにしてはっきり言った方がいい。実の母親はそうですよ、お金の催促しかなくて。で、振り込むって言ったけど、前にやめときなって言われ、止められてるんだ。今までの返してもらってないよ、一回も。ちょっと赤出しジャッジメントするわ。リスナーさんならどうする？お母さんに、実の母親にお金を催促され続けてます。赤出しジャッジメント、自由自適さもなし、見捨てる実の母親。振り込まない、白黒ちゃん払う、開けちゃう、縁を切る、条件付きで1200で重大発表やります。振り込むか。じゃあ正直に言うわ、ちょっと反対されてるって言うわ。
時しか連絡来ないの。いや、お金の時っていうか3回目ぐらいにお金の話、それ以外は普通に元気とか言う。でお金振り込んだらピタッと止まって、またそしたら電話かかってくる。いくら振り込んでんの。今回5万円、その前は確か10万円、その前は2万円とか3万円とか5万円、そんな感じ。おじいちゃんとおばあちゃんと暮らしてます。金梅を見習え。あの、俺のお母さんの関係はちっちゃい頃捨てられました。配信始めて会いに行きました、30年ぶりに。ちょっと違くない、金梅さんってことは。父親には生前ね、あれもこれもいろんなことしましたけど、お母さんには何もしてないですよ。全然違うんでね、みんな知ってると思うけど、父親には結構やってたよ、いろいろ。お小遣いあげたり、自分からね、自分の意思だと焼肉一緒に行ったり。で、3人の彼女を紹介しました、4年間で。で、父親に言われたのが、女は妥協するな、一番の女に行けって言われた。で、舐められたら芝居てやれって言われてた。女でも舐められるなって、女に舐められたら終わりだって。女を殴るものではないけど。まゆ、ハニーに餌あげたよ、起きて。ふざけんなよ。なんか通知が来てたんだけど、一枠だけ相談って何の相談だった、知ってる人いる？寝てるよ。なんか昼ぐらいに配信してなかった？何の相談？酒飲んでいいかの相談？なんか酒が飲みたい相談？俺もトー横混じりたい、ずっと家にいたら。はい、1200で赤封筒発表しますね。ちょっとやばいんで、俺も全てがピンクじゃん、まだ大丈夫？ピンクで大丈夫なの？何、そうしました、アレアンス。これ赤髪でしょ、どう見ても。ピンクはギリ赤じゃない、もっと赤なの。いろんな、なんか脅迫されてるよ、書いてあるよ、いっぱい。赤はやばい。なんでみんな知ってるの？赤届いたことある人いるの？誰に？今日俺に。どこからか1200ナイスで発表したいんですよ。1200ナイスでね。いや、ちょっと寝てる時に来た LINE 発表していき、深夜中の家で柿パーティーしますけど来ませんか？7月6日14時、場所深夜中の家、会費0円、メンツ金梅さん、猫間さん、和道さん、水にゃんさん、どうですか？佐藤さんっていう方から LINE 来ました。お疲れ様です。もし可能でしたらコラボしていただけない、いただけないでしょうか。男です。タイミングを逃しなかなか LINE できませんでした。申し訳ございません。1日限定仮想配信者を育てるなどの、もし可能でしたらしていただけませんでしょうか。ゼロワンさんも忙しい中、思うも承知の上でお願いしたく思っております。どうかご検討よろしくお願いいたします。長々と申し訳ございません。まゆさん、ゼロワンさんが経過している企画に迷惑にならない程度で可能でしたらお願いします。で、昨日です。ふわっち感想お疲れ様です。近々ですと6月25日の夕方、26日、7月の2日3日など空いております。今1年ぶりに仕事をつき始めたため、土日曜日だとすごくありがたく思います。ゼロワンさんの東方旅なのあると思うので、土日であればゼロワンさんの可能な日にちでお願いしたく思っております。ご検討よろしくお願いします。ゼロワンさんのタイミング全然大丈夫ですので、例えば来月再来月でもご検討よろしくお願いします。本当にゼロワンさんの後ろ姿が大きく偉大な方だと思いました。大事件です。まゆちゃんにいびきをさらされました。ゼロワンさん事件です。いびきがさらされてるって連絡来てます。プライベートなのに関わらず、
本当にやめてほしい。まあこんな話割とどうでもいいんですけど、重大発表やばいんでね。大したことない。カニちゃんにご飯あげたよ。昨日ね紹介したんですけど、金梅さんのメンバーシップ見事100人集まったので、金梅さん自殺回避です。ありがとうございます。もしかして入った人いる？この中にとね、協力してくれて、いくら500円です。100人いったみたいです。はい、500円ぐらいに入ってあげてください。あんたがお礼言う意味、金梅さんがお礼なんて言えるわけないじゃん。ピーしか言えないんだから、ピーとブルーしか言えないんだから、ありがとうございますっていう言葉を言ったことがないんだから、あの人しょうがないでしょ。俺が言う、語彙力ないんだから。政治と天文気が合うの？まあ気が合うんじゃない、政治は結構何でも言うタイプでしょ。たかしはあんまり言わないタイプで、プラスとマイナスで合うんじゃない。で俺は結構万能タイプだけど、俺とパルパルは言うとき言うけど、言わないときは別に言わなくてもいいタイプ。自動は入会したの？するわけないだろう。政治大阪行くんやって。そうなの？一緒についてこうかな、監視しとこうかな。月曜日に大阪行く、ちょっと危ないね。浮いたんね、行った方がいいんじゃない。2000ナイスじゃないよ、中井たん。1200ナイスだよ。何イベント9位目指してますだよ、バカ。イベント9位目指してるんだってやめろよ、イベントなんて。1位目指せないなら何のために出るの、イベント。誰かちゃんいらっしゃい。あ、役所に行ったらすぐ戻る。なるほどね。ウイタンの家に住所置いてあるから変更するってことなんだ。どこに住所置くんだろう、ルイジの家。あ、でマンションを東京に借りるんだ。なるほどね、ガチのやつだね。でまだ試練は続くだろうけどね。メンデレちゃんいらっしゃい。大阪戻った時に荷物を取りに行く時に会った時にどうなるかだね。はいこんばんは。まだちょっと分かんないね。はいこんばんは、ルルちゃん。でこっち戻ってきたらもう本当いよいよじゃない。でクマちゃんの出来婚も本当なんですか？そしたらもうパルパルもいよいよだね。ほらみんな見てると目まぐるしく状況変わるよね。行くわ足立区に、来いよ今から。山さん来るならな、愛国心を胸に。熊妊娠、いやさっき鳩が来てたよいっぱい。こう目まぐるしくね、俺が一人だったらね、誰かが彼女いて、俺が彼女がいたら誰かがいなくて、そうやってぐるぐる回ってくんだよ。クマちゃんの嘘は嘘鳩なんだ。どこ情報？タヌキ情報？多重人格って書いてある。ヤマさんどれぐらいで来るの？本当に来るので、アーヤンは休止するイベントは確か第2位で終わったのかな。アーヤンおめでとう、有終の美を飾ったね。でしっかり休止しないと詐欺になるからね、詐欺イベントになっちゃうんで、そこ気をつけないとね、またアンチ増えちゃう、ね、向かってる。あとどれぐらいで着くんですか？何しに来るの君。何しに来るの？何とつ？何とつですか？485号ブロックです。バカリスだって、俺のリスナーのことひどいやつし。ダメダメ。山逃げた。何時に来るの？山ってやつ。
乗り込むに乗り込みに来るんだろう。ブエ、何時に来るんや。該当者なの、しかも右翼ねえ、L いらっしゃい、天皇万歳。なんすか、ルルちゃんハート10個ナイス、ありがとうございます。逃げたわ、どうせ来ねえだろ。これのくせによ、来るとかよ、舐めやがってよ。警察なんか呼ばないの、電話もできねえだろ、お前電話できるんか。おい、クソ気持ち悪いんだよ、今から言ってやるからね、震えて待ってるよとか言って、俺そっち関係だから知らないぞみたいな。へだれ、ズボンはこれはあのリバーシブルなんで、2日履いたらリバーシブルで、あの、あれします。1200ナイス、特別、なんて読むのこれ、これ届いちゃいました、もう終わりです、積みました、 特別催告状もう積みました、すべて差し押さえされるそうです。終わりました、ちょっと滞納しすぎちゃって、払えないよ、うん、ちょっと今から払いに行かないと、もう積みました、税金も来ました、これも払いに行きます。名古屋の方から寝跡つ行くぞ、ほら来いよ、うつごりだよ。ウスゴリラさんはリア友です。もうスマイルがなんか勝手にまとめたけど、わけわからんくなっとるやんけ。あとこれは無視します、なんかようわからんきました。ユマル108、なぜかユマル宛てに不在票が来ました、アマゾンの。意味がわかりません、受け取らないよ、無視だよ。ちょっと明日までにこれ払わないと、お前はいくら、今って4年、今令和4年ですか、令和4年、令和4年6月、